絶対にもらいたくないバレンタインプレゼント、そう聞いてあなたは何を想像しますか？2001年2月14日、アメリカオクラホマ州オクラホマシティ。15年目か、あっという間だった。そう思いを馳せながら自宅へ向かって車を走らせていた男性はジョン・ハミルトン。産婦人科医のジョンは朝から入っていた手術を終え、愛する妻スーザンの元へ向かっていました。この日は夫婦にとって15回目のバレンタイン。仲睦まじいハミルトン夫婦は早朝にバレンタインカードを交換。そのお礼のためジョンは予約しておいた赤い蘭の花束を手に一度自宅へ戻ることにしたんです。しかしジョンが自宅へたどり着くと、不思議なことに妻スーザンの気配はリビングにも寝室にもどこにもありません。そしてそれはジョンがバスルームを覗いた時のこと。なんとそこには血にまみれたスーザンの遺体が。しかしジョンは至って冷静でした。まずは911に電話を。リハーサル通りに。愛する妻の遺体を前に取り乱しもせずに受話器を取った男。最愛の人と過ごすバレンタインになぜこのような凶行が行われたのか。夫を犯行に駆り立てた破滅を呼ぶバレンタインメッセージとは。おざす。ハイパーハードボイドグルメリポートっていう番組が結構好きです。ケンちゃんです。うん、みんな覚えてるかしら。ハッピーバレンタインデーイブ、ヤミヤミコです。というわけでですね、ヤミコさん。何？チョコレート、チョコ、チョコちょうだい。小学生みたいな。言うわ言うわよ。欲しいの？欲しいっす。おう、はい、でもまあ明日だから、いいわ、あげるわよ。ちょっとメトラの皆さんからもいっぱい届くと僕信じてるんで。ね、はい、じゃあ私のチョコもそこに入れて、うんうん、ちょっと今日一晩かけてね、板チョコをじっくり混ぜて混ぜて混ぜて、うんうん、もう一回板チョコにするわね。まあいいと思うよ。本日ご紹介するのはアメリカオクラホマ州で起きた殺人事件。あら、バレンタインデーにルナちゃんが泣いているんですけれども。で、まあ、オクラホマ州でね起きた殺人事件なんですけど、犯人の男はね、よりにもよってバレンタインデーに妻を殺してしまう。なんでそんなバレンタインデーっていう日に狙ったように殺すの？何、その夫婦の関係がめちゃくちゃ悪かったってこと？うん、実はですね、犯人の男はね妻をちゃんと愛してたんです。そしてその殺意が芽生えたのはバレンタインデー当日になって初めてだったんですよ。バレンタインが訪れるまで妻を確かに愛していたはずの夫、それにもかかわらず妻は相当に無残な姿で発見されたんです。15回目のバレンタイン。2001年2月14日、アメリカオクラホマ州オクラホマシティ。産婦人科医のジョン・ハミルトンはその日最初の手術を終え、仕事が一段落したところでポケットからあるものを取り出しました。それは今朝妻のスーザンから受け取ったバレンタインカード。あれから15年も経ったのか。そう、夫婦にとってこの日は15回目のバレンタイン。15年経っても変わらず愛を伝えてくれる妻スーザンからのメッセージにジョンは期待を膨らませながら目を落としたんです。しかしこれはどういう意味だ。バレンタインカードの内容にみるみる表情を曇らせていく。彼はそこからすぐに病院を飛び出し、妻の待つ自宅へと車を走らせました。もう僕らは以前のようには戻れないかもしれない。自宅への道中、ジョンはこれまでの妻スーザンとの日々を思い返していました。1987年、それはまだジョンが39歳の頃。先生は本当に羨ましいよ。綺麗な奥さん捕まえてさ。いえいえ、そんな。近隣住民と談笑していたジョンは当時妻スーザンと再婚したばかり。万人が認める美人妻に大きな豪邸、夫婦仲も非常に良く、多くの人が二人に羨望の眼差しを送っていました。こんなことを言ったら自慢になってしまうかもしれないですが、こんなに愛した人は他にいないくらい妻は私の人生の中で最愛の人なんです。その愛は15年経っても変わることなく、二人は大きな揉め事もないまま仲睦まじい夫婦生活を送っているように見えました。そう、15年目のバレンタインにあのメッセージカードを受け取るまでは。こうして2001年2月14日の朝、一度自宅へ戻ったジョン。しかし彼はその後も手術が入っていたため、妻と十分に話す時間も取れず、また1時間もしないうちに再び病院へ向かったといいます。そしてそれは午前10時45分頃。すぐに来てください、大変なんです。ジョンの通報を受けた警察が現場に駆けつけると、彼の自宅では確かに妻スーザンが脳が飛び出るほどに殴打され死んでいたんです。なさすぎない、いくらなんでも、うん、これってジョンがやったんでしょ。何、バレンタインデーカードに何書かれてたの、うん、あ、そこなんですよ、うん、実は警察のね初動の捜査でもこのバレンタインカードがポイントだとされたんです。隠しきれぬ殺意。
現場へ駆けつけた警察が目にしたのは2本のネクタイで首を絞められ頭から脳が飛び出すほどに殴打された妻スーザンの遺体。夫のジョンは必死に心肺蘇生を試みていましたがもはや助からないことは明白でした。そして現場の状況から第一発見者のジョンは限りなく怪しく思えましたが彼にはアリバイがありました。そうジョンはその日の朝2件の手術をこなしているんです。わずかな隙間時間を縫っての犯行は不可能だと考えた警察は第三者が侵入した可能性に目を向けます。強盗の仕業にしてもここまでやるのはひどすぎる。奥さんが誰かと揉めていたとか何か心当たりはありませんか。するとジョンは次のように答えたんです。ひょっとすると私の仕事が関係しているのかもしれません。ジョンがそう答えたのは彼が産婦人科医を務める中で中絶に携わることがあったため。実は夫婦は中絶反対派から脅迫を受けることが時折あったんです。しかし捜査を進めていくと外部犯の可能性も低いことが判明。現場となったジョンの自宅には何者かが侵入した形跡も被害者スーザンが何者かと争った形跡も一切見当たらなかったんです。外部犯じゃないとしたら一体誰が。この時警察の目に留まったのが妻スーザンからジョンに宛てられたバレンタインカードでした。カードは2週間前に買ったから今となってはふさわしくないかもしれない。でも愛してるわ、いい一日を。今となってはふさわしくない、どういうことだ。これは何、バレンタインデーまでの2週間の間に何か夫婦間が冷めてしまうような出来事があったってことじゃない？そう読み取れますよね、うん、ただこれだけではね夫がね妻を殺害したっていう、こう証拠にはなりえないんですよ、うん、警察は果たしてジョンの犯行を証明できるんでしょうか。バレンタインカードの内容に違和感を覚えた警察はジョンのその日の行動をより詳細に追っていきました。すると病院関係者の話からジョンはその日の朝2件入っていた手術のうちの1件に1時間ほど遅刻していたことが発覚。スーザンのバレンタインプレゼントを買いに行っていて遅れてしまったんです。ジョンはそう説明しますが手術を遅らせてまでプレゼントを買いに行っていたというその言い分は明らかに不自然でした。そして結局プレゼントを買ったことを証明するものは何も残っておらずジョンのアリバイは崩れ去ることに。さらにジョンは自身の服に付着していた血液について心肺蘇生の際についたものだと説明していましたがこの点にも矛盾が出てくるんです。心肺蘇生って人工呼吸はしなかったのか。そう、警察が到着した際ジョンはまさに心肺蘇生を行っている最中でしたが妻スーザンが血まみれにもかかわらず彼の顔には一切血がついていなかったんです。また警察はジョンの車のハンドルからもスーザンの血液を検出。警察の到着までジョンは自宅で心肺蘇生を行っていたはずがなぜ車の中で血液が発見されるのか。警察は疑念を募らせます。救助隊の方が入りやすいように一度車を動かしたんです。ジョンはそう弁明しますが結局彼の嫌疑は晴れず事件発覚からわずか数時間で逮捕されることに。この様子だとちょっとジョンは罪を認めそうにないし、心肺蘇生してたって言われたらさ、それ血の跡とかもね証拠になり得ない可能性高くない？この後ね、ジョンはその結婚を理由にもはや言い逃れできない状態へと追い詰められていくんです。裁判においてもジョンは衣服についた血痕を心肺蘇生の際のものだと主張、それを犯行時のものだと証明することは困難かに思いました。しかし血痕パターン分析官が行った証言により状況はあっさりと覆されます。被告人の衣服の血痕には犯行時にしか付着しえないものがあります。分析官がそう言って指摘したのはジョンの右袖の内側に付着した血液の飛沫。その血液の飛び散り方はジョンが鈍器を振り下ろした時のものとしか考えられなかったんです。袖の内側に血がピシャって飛び散ってたって、うん、まあ、確かに心肺蘇生ではそんなことは起きなそうよね、うん、なのでこうして夫のジョンが妻スーザンを殺害した犯人であることが証明されるんです。ここで本日のメトラキーワード、血痕パターン分析について。血痕パターン分析は犯罪現場に残されていた血痕や飛沫のパターンを科学的に分析する法医学の専門分野。アメリカでは法的に有効な証拠として認められているんです。しかし2009年には米国科学アカデミーがその不確実性を指摘する報告書を発表。血痕の飛び散り方などから犯行時の状況を推測するその手法は科学的ではなく主観に過ぎないと問題視される側面があるんです。ただし近年は現場のレーザースキャンやデジタル画像解析の技術が発展し血痕パターン分析もより確実性の高い捜査技法に進化しつつあるんです。血痕パターン分析が不確実なものだといってもジョンの袖の内側の血液の飛沫は手首と袖に隙間ができた際にしか付着しようのないもの。その隙間に血が飛び散る状況を踏まえればもはやジョンが犯人としか考えられませんでした。ただ取り調べ中前後に体を揺さぶったり泣き出したかと思えば急に泣き止んだり明らかに情緒不安定な様子を見せていたジョン。その様子から彼が妻を失って悲しんでいることもまた事実に変わりなく思えました。
そう、ジョンは犯行に及ぶその時も確かに妻スーザンを愛していたというんです。ではなぜ彼は鈍器を振り下ろすその手を止められなかったのか。まあまあジョンが犯人だってことは明らかになったんだけどさ、二人の夫婦間に何があったのかが分からずじまいだからモヤモヤしてるんだけど、実はジョンはですね、妻のね、スーザンを失いたくないがために彼女に手をかけたと言われているんです。離れていく愛情。事件の約2ヶ月前、ジョンの自宅には彼と妻スーザンの言い争う声が響いていました。前の奥さんとの関係はすっぱり切ったって言ったじゃない、どうして嘘をつくの。怒りをあらわにまくし立てる妻スーザン。彼女が怒っている理由はジョンが前妻との間に生まれた子供に今でも小遣いを渡していたためでした。前の家族との関係は1歳経つと妻スーザンと約束をしていたジョン、それにもかかわらずすでに成人して自分でお金を稼げる年齢になった子供に小遣いを渡している事実にスーザンはどうしても納得できなかったんです。次にまた嘘をつくことがあればもうあなたとは夫婦でいられないわ。そしてこの時妻スーザンが言い放ったその言葉は2ヶ月後の2月7日に現実のものとなってしまうんです。その日スーザンは夫のジョンに向かい深刻な様子でこう言ったんです。信じられない、まさかあなたが不倫してたなんて。は？何？奥さんのことを愛してたってさ言ってたのに不倫してるって、うん、はぁじゃない、どういうこと。実はこの一件ね、スーザンのね勘違いの可能性も指摘されてるんです。妻スーザンがジョンの不倫を疑った理由はジョンの携帯履歴から彼がある女性に短期間で60回も電話をかけていたと発覚したため。しかもその女性はストリップバーのパフォーマーでとても健全な関係性には思えなかったんです。違う、彼女は私の患者なんだ。このところ彼女は精神的に不安定で実をほのめかすほどだった。私はその相談に乗っていただけなんだ。この後ジョンはその女性の主治医を外れることを約束、さらに女性自身にも手紙を書かせ主治医ではなくなったこと、それ以上の関係は一切ないことを妻スーザンに伝えさせました。しかしそれでもスーザンは納得できておらず、1週間後の2月14日ジョンに手渡されたのがあのバレンタインカードだったんです。2001年2月14日午前8時40分頃、カードは2週間前に買ったから今となってはふさわしくないかもしれない、でも愛してるわ、いい一日を。妻スーザンのそのメッセージを目にしたジョンは一度目の手術を終えると慌てて自宅へ戻った。スーザン、何なんだあのメッセージは。まだ私を疑ってるのか。不倫などしていない、本当に彼女とは何もなかったんだ。するとスーザンは必死に声を張り上げるジョンに向かい冷たい声でこう言った。もう信じられないのよ、何が本当で何が嘘か。これ以上あなたのことを嫌いになりたくない。そしてスーザンは少しためらいながらも確かにこう言った。私と離婚してください。その瞬間ジョンは頭の中が真っ白に。気立てがよく美人で近隣住民の誰もが羨む妻スーザン、15年寄り添った彼女は間違いなくジョンが人生で一番愛した人のはずだった。僕は君を失いたくない。その後ジョンはクローゼットから2本のネクタイを取り出し背後から妻スーザンの首を絞めました。そして彼女が意識を失うとその顔を何度も床に打ちつけ大理石の置物で殴打、脳が飛び出すほどの力で殴りつけられたスーザンはついに息を引き取ってしまうんです。その後しばらく放心状態となっていたジョン、ただ手術の予定に遅れていたために連絡が入り彼は慌てて病院へ戻ったんです。結局何が言いたいのか言い分の意味が分かんない。だってさ、離婚は受け入れられないからって奥さん殺したらそれこそも別れちゃうことになるじゃん、うん、意味が分かんなくない、ね。まあ、最終的にはね、これもジョンの言い分でしかないからね、そのもう死んじゃった人は本当のことを喋れないんで、うん、まあ、これが本当なのかどうかっていうのは分かんないです、うん、不倫の事実はないと言いつつも本当はね後ろめたいことがあったから、まあ、犯行にね手を染めてしまったのかもしれないですからね、うんうん。2001年12月6日、ジョンは第一級殺人で有罪となり終身刑に。結婚パターン分析官の証言を受け陪審員は2時間もしないうちにその判決を下したといいます。夫婦が愛を確かめ合うバレンタインに別れを告げられ自らの手で妻の命を奪ってしまったジョン、15年寄り添った2人の間に本当の愛は存在したのでしょうか。自分に冷めてしまった相手の気持ちを尊重せず暴力に訴えてしまった時点でそれは愛とは呼べないものだったのかもしれません。おざす、皆さんね、我々がこれを着ているんですけれども、これ何だと思いますか？そうなんです、新作出たんですよ。もう1年ぐらいさ、ずっとね、売り切れだったんですけど、ちょっと新しくね、新商品をね、出しましたよ。胸元刺繍でね、作らせていただいて、こう、後ろね、後ろこれ原田千秋さんの絵で、これ、物差しっていう絵なんですよ、これ。よーくね、
見てほしいんですけど、現代人っていわゆるいろんなこう物差しに測られて生きてるじゃないですか。それを風刺したような絵で、これはシルクプリントでね、しっかりこう落ちないようになってますんで、服も1年前出したやつ裏起毛だったんですけど、今回はちょっとさらっと着れる裏パイルになってまして、だから春に向けてね、ちょっと今買っていただければ他の服と合わせたりもできますと。そしてですね、なんと前回パーカーとかすぐ売り切れちゃったっていう反省もありまして、今回は2月15までに予約いただければもう全部届きます。というわけで今回は予約商品ということで、逆に言うとね、2月15過ぎちゃうとちょっと次再販するかはね分かんないんですけど、一旦そこでね締め切らせてねいただければと思います。もし興味ある方は概要欄固定コメントのねブランドアルゴメトリーからねぜひ見ていただければと思います。あなたは別れを告げられつい感情的になってしまった経験はありますか？